浅川さんは、はい、いつから速読にはまったんですか えとですね、っていうか、どこで知るわけですか中学校の時なんですけど、はい、一番最初に知ったのは、えー、中学校3年生の,あの春休み、高校に入るぐらいのところで、はいあの、たまたま受験本みたいなのを集めてたんですよ、どうすれば合格できるのかみたいな、テクニック本みたいなの。えー、でそこのスーパーーパエリートの受験術っていう 本がありまして、はい、今となっては伝説の本と呼ばれてるんですけど、そこは勉強法だけじゃなくて、なんかこう能力開発とかにも触れてて、はいはい、記憶力を上げろとか、はいはい、でその中に、速読術を身につけろっていう項目がありまして、たまたまその速読術を身につけろっていうところを読んだら、うんあの、決定版速読トレーニングという本がいいと、この本を手に入れろって書いてあったんですよ。はい、でも何も考えずにその決定版速読トレーニングっていう本を 取り寄せそしたらもう感動しましてうもうだってこのトレーニング方法をやればどんな人でも10倍速のスピードで本が読めますってもう書いてあるんですよ、はい、でも練習方法とかも全部書いてあって、はい、でそこから僕その高校も当時高校生やってたんですけど毎日そのトレーニングをするようになって始めました えーまあ、どんなことが書いてあったんですかで、まあ、トレーニング内容はまず3つの方法がありますと、えー、これ、ジョイント式と速読法っていうあの人が書いた本なんですけど、団体の本なんですけど、はい、まず、あのーえー、高速早めくりトレーニングというのがありまして、はい、これ、どういうことを言いますか。はい、本をこ,うこの速度で 今パラ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 やってますけどパラパラす、そんなので見れるわけないじゃないですかいや、これ見れないんです、見れないんですけど、<laughs> これをやることによって、脳がこのスピードについてこようとします、よって、読めなくても、読めなくてもいいんですよ、ついてこようとするわけです、脳っていうのは、ついてこようとする習性があるらしく、こ<ー>のスピードでやり続けると、慣れてくるんです、ちょっとずつ。 こんな猛スピードでめくってるわけですね<う> <laughs> これも高速道路効果とも呼ばれてまして、はい、高速道路で走ってた後に普通の道路で走ると周りの景色の速度が変わるんですよ。確かに、はい、ありますよねそれ,、はい、それはもう高速道路に慣れちゃったからですね、はいはい、でこれも同じでこの速度で読み続けると読めないまでもこれに慣れちゃって普通に読んだときちょっと速くなるとこれトレーニング方法の1個です。 書いてありまして。そのパラパラパラめくるのを。めくる続ける。え十分間もやる。そうですね。疲れますよね。そう,ね <laughs> そうですね。まあでも手あと手の<ぁ>手もこの十分もやるんですかこれ。<laughs> そうです。手の運動としてもいいんですよ。あの脳っていうのは手を動かすのもあのちょっと脳が活性化すると言われてまして。は,<ぁ>はい。まあ五分でもいいですこれは。五分。これをとりあえずやって脳を鳴らせる。五分,分でまあ飽きちゃうと思うんですよ。<laughs> い意外とねこう認識できる文字が増えるんですよこうやってたら本当に。やってると。やってると。一応。はい。 ペページは見るようにしてるんです、ね。モロ見ます。このページがちゃんとぶってる,てる、はい。この高速で鳴らしてのいやローガなんて全く分かんないです。<laughs> <laughs> でただなんとなくね取れる単語の数が増えてくるんですよ。はあ<ー>、はい。まあ、このトレーニングこれ誰でもできるトレーニングですね。はい。えそれをまあ最初の頃毎日毎日やってました。やって、はい、なんとなく結果が出るのって何日ぐらい。 いやもうこれはもうでも1か月ぐらいやったらもう1か月もやったんですか相当早くなってると思うはいなるほどまあこれが一つともう一つ眼球運動っていうのがありまして眼球運動目を早く動かすトレーニングですねこれはもうこうやってひたすらこうまうこ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  これは頭を動かさずに動かす目だけですね。目だけを動かす。8の,の字とかもこう。8の字で動かす。はい、はいこう、こういう感じですね。ほう、はあはい。で、これをやると目がまあ滑らかに動くともう読むのが早くなると、ね。はあ、はい。これはもう1日何分ぐらいやるんですかこれは、まあ、もう一通り、まあ、5分でもあの5分ぐらい分もやるわけ、はい。縦横斜め8の字で。はえ、あ。 あとはもうブロック読みトレーニングって言って、視野を,、はい、視野を広げるために、同時にあの人って本を読むとき、多分一文字一文,文字を読んでると思うんです。はい、それをなるべく増やしていくんです。一回で認識できる文字の量を増やすトレーニングですね。うん、で最終的には、まあ、見開き2ページをバッと一発で読めるようにするんですけど、えー、最初は一文字から二文字でちょ、ちょっと一行ごとに読むとか、ちょっとずつ増やしていきます。最終的には、これを3行ぐらいずつ読むとかにして、 究極的には2ページをドーンとバスッと読むはははここまでいくように、まあ、視野を広げるというかこれはどのぐらいかかるわけですかこれは結構2ページ丸ごとパークこれもまあ何ヶ月かかかりますね何ヶ月かただその決定版速読トレーニングっていう本にはこれがなんかやりやすいように絵とかで最初、ね、文字じゃなくて、はい、絵でなんか視野を広げる訓練ができるようになって教材がついてましてやりやすくなってるんですよねでまあそれをもうひたすら高校生の時その3つのトレーニングをやってましたねで はい、結果が出たぞ、どれぐらいで、なんか、はい、あれ、すごいっていうあ、いや、もう、でもそれなんとなく、もうさ1年ぐらいずっとやってたら、ええ、もう,そう高校1年から始めて、高校2年ぐらいになる頃には、もう普通にもうこ,うこんな感じで本を読めるようになってましたねえ一冊の本、一冊の本大体、どのぐらいで読んでたんですか、まあ1分とか、1>, 1分ぐらいで、はいはい、何ページの本がまあ ?200 ページぐらい、180、200ぐらいの本を1分で。ええ 読どれだけ記憶してるわけですかえっとですねまあいやもう全部理解はしてますねで記憶となるとまたちょっとあれなんですけど、はい、まあ全部一分でまあ理解できると <laughs> でこう記憶してるかどうかってこれよく言われる、まあ、誤解されてる点で。 あの全部覚えてるんじゃないかと思われるがちなんですけど、速読ってまあそうじゃなくて、理解できるかどうかであって、完全に記憶するとなると、またこう別の能力になってくるんですよね。はいはい、でも、速読っていいところは、1分で読んでも十10回繰り返せば10分しかかからないじゃないですか、うん、そ記憶できる量は増えてきますよね、そういう意味でもう、理解は1分で、まあ、覚えようと思えば何回も何回も繰り返して、まあ、10回、10分とか100回繰り返して1分、それでまあ覚えちゃうみたいな感じです、ね。1> 1分でで読んで理解度は何パーセントぐらい、うんはい あーって考えればまあそれはまあものにもよるその本のジャンルとかはい自分の分野得意分野不得意分野にもよりますけどまあ八割はま取れてると思いますなるほどまあ平均して八割八割は取れてるへえそうなんですかそうなってくるとやっぱり勉強には役立つわけですよね勉強にはもう本当もろに役立ちますねはいはいはい テスト前にばーってあ、それはもう本当に、まさにそれはもう、記憶の繰り返しなんで、はい、テスト前に例えばここからここまでの範囲があるとしたら、もうそこまで教科書を多分その範囲をも読んで、もう何回も何回も読むんですよ、そしたらもう覚えちゃう<え>、はい、高校2年ぐらいの時に、もうある程度できるようになったとっいうことは、はい、そこからもうオール100点ですか ハハまあ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 、まあ、でもあの高い点数は取れてましたねはいそうですかやっぱりその速読のおかげはい、はい、速読のおかげですね、はいえー、別に僕もともとそ頭がいいっていうわけでもなかったんですけど、はい、速読をし始めたからこうなんか頭がいい人みたいな見られ方をするようになりましたねでもあれからへえーはい、なるほどね、はい、そこからでもこう芸人になっていくわけなんですけどそうですねななんんかかここれはそこになんか あれは全く関連性はなくて関連性はないですね、速読ができるからといって、なんか、得したっていうのはないいや、そうですね、速読ができるからといって、芸人になってるっていうのと、また別のなんか話で、そこに全く関係はないんですよ、<ー>最近になってこう、芸人としていろいろやろうと、一緒に速読があったってなって、速読をもうこう、まあ、全面的に速読芸人だって押し出すようになったんですけど、それまではもう関連性なしに別々でやってました。でもなんか速読やっっててそんだけ本が読めるようになって、ねはいはい 勉強もできるようになったら、はい、もうなんか一流大学に入るとか、<あ>なんかそういうなんか目標みたいないやそうもちろんその大学受験の,時はそのやっは、早稲田大学を目指して、はい、まあちゃんと合格もしましたし、その後はもはちょっとまあ勉強からは離れたんですけど、そこから僕、ちょっとその。 怪しい方向のなんか能力開発にハマっちゃって大学時代。<laughs> でこれはあの速読っていうのはやっぱ、まあ、超能力的なものとちょっとつながってる部分があるんですよ。<う>僕はこれは本当と分けて考えなきゃいけないと思ってることなんですけど実際はこうやっぱ速読をしすぎてやっぱこう,そう能力を開発したいっていう欲が出てきてそっちの方に行っちゃったんです僕大学生の時は、えー、あのもう能力開発オタクみたいなところに行ってははで、まあ、いろんなトレーニングをやってたんですけどまあ、えー そうですね、それでもう終わっちゃいましたね、そこでなんか、なんかをしようとはならなかっ、たですねそういうなんかこう、はい、超能力とどういう時には、どういうトレーニングをしてたんですかそれはもうや,やばいトレーニング、いっぱいありましたね、あの例えば、そのあ読。いません、僕、祈祷師に会ったことがあって、祈祷師さんっていうのは、はいはい、その本に手を当てて、はい、内容が分かるかあそれねあの、あるんですよ、その即読を。<laughs> ページも開かないで、本から情報エネルギーをってい僕、本当に持ってったら、なんとなく分かってたのちょっと驚きましたけどそれまさにあって、オカルト速読法の1個で、本を手にしただけで、この情報エネルギーを波動として感じて、脳で理解するっていうのあるんですそれはトレーニングしてないけど、それあるっていうのは知ってて。 そうなんですよまさにその人やってたんですよねやってましたそのカルトトレーニングをだから日本人の方で僕は英語の本持っていったらある程度なんとなく大ざっぱに理解したわけですよええ。マジっすかいやそれはすごいですねすごいなみたいなあるんですよ超能力トレーニングっていうのがはいなるほどすごいでもその一番最初に高校生の時に買ったそのトレーニングを決定 他にといいろろと<れ>もちろんそうですね、あのその1個、速読法、決定版それ速読トレーニングっていう本でそれはもともとどこの国から来てるんですかそれはもう日本であのた日本の開発、速読法なんですけど、ええ、でもう1個、いろいろ調べていくうちに、他の人が書いた速読法もあるんだなってことを知って、ええ、でそれも買ったんですよ、ええ、そしたら、もう全く違うやり方書いてあって、ええ、でなんか面白くなっちゃって、比べるようになっちゃって、この方法はこうだ、この方法はこうだっていうふうに。 速読本コレクターになっちゃって、なん、はあ、で、もう全部集めようと思って、今、手に入るだけの速読も全部手に入れておるんです。何種類ぐらいあるんですか、えっと、そうですね、まあ、何十種類とあるんですよ、速読法っていうただ、その源流となってるものは5つぐらいですね。えー、大本の5つがあって、まあ、それがもう分化していって、まあ、何十種類になってる感じです。はい、なんか大きくこう分けると、どういう違いがあったりとか,すですか最初に読んだ本と、はい、また別バージョンっていうのは。 えーとですね、まずその最初に読んだ本っていうのは あの日本で流行った速読法なんですけど、まあ、お手軽を売りにしてたんですよね、ジョイント式速読法、お手軽はい、誰でもできると、えーはい、でもその前にあった速読,法が速読法が流行った時代があって、はい、それがあの韓国式の速読法で、えー、それはもう結構、精神集中とか、短電呼吸とか、<ー>一点行使とかこうちょ、超能力的な訓練をする速読法なんですよ、ははははでその後にまた速読ブームというのが来るんですけど、えー、フォトリーディングっていう、今度は欧米から来た速読法っていうのがあって、はいはい、これはもう速読、早く読むだけじゃなくて、読む前にいろいろ準備をしたりするんですよね。 アファーメーションを唱えるとかそういうっていろいろ速読法でもあるんでですも英語だと漢字がないので誰か英語圏の人が漢字を勉強した時に意外と最初は難しかったけど分かってくると漢字っていうのは絵みたいなものなので。 読みが速くなるっていう風に言われたことあるんですよそ,うそうなんです、今、めちゃくちゃいいこと言われてまして、日本語っていうのは、本当にあの速読に一番適した言語といわれてまして、というのは、まあまあ、3種類の言語があると、ひらがな、カタカナ漢字と、はい、であの、その3種類がある時点でも、絵に近いんですよね、はいはい、で、まあ、漢字だけ追っていっても、なんとなく意味がわかるし、えー、で漢字自体ももともとはその絵からなんかこう文字、文字になったものだから、うん、もうすっごくあの、う脳的というか、速読しやすい言語なんですね。英語っていうのは逆で 文字ののアルファット配列だけでで意味を作ってるんすよだから一気に見ても、やっぱり配列をちゃんと見ないと意味が取れなかったりするんで、意外と単語一個一個、こう、そうなんですよ、その順番もありますし、意味が取れないんですけど、漢字だともう一瞬で、ぱっと分かる、しかも漢字、ひらがな、カタカナと分かれてるから、漢字だけ見やすいと、だから日本語は即読しやすい言語です。はい 今速読できる人たちって日本でどれぐらいいるんですかね。は、まあ結構いらっしゃって、はい、えまあ速読の対価と呼ばれてる人もまあ,まあ日本で10人ぐらいいらっしゃって、そまあそれぞれそこにインストラクターさんとかもいて、はい、速読できる人自体は多いですね。えー、ただまあ僕に言わせてもらうとその1個の速読法を まあやってそこでインストラクターになったって人は結構いるんですけど、はい、その速度全体が好きで、いろんな速度を比べたりしてやってるっていう人は意外と少ないんですよ。<ー>で、僕は多分そのうちの1人なんで、はい、<ー>負けてないとね、その,あの体幹の方たちに。 はい、速読をなさってるから浅香さん喋りも早いんですかね。あちょっとそれはあると思いますね。絶対早いよね。<だ>あのー、トークが早いですね。普通の人よりはなんかちょ,ちょっとねそのそのトレーニングでやっぱりその、はい、脳がちょっと早くなってるのかもわかんないですね。はい、あと唇がついてこない時があってその自分の喋りたいスピードにだ結構かなり言い間違いとかも多いんですよ。<laughs> えー、そうなんですか。<laughs> そうなんですよ。はい。なるほど。結局。 でも速読をやってまあ絶対得することがあると思うんですけど、することはもちろんあります。逆にマイナス面だから推理小説とか僕好きなので、もうゆっくり読みながらどうなるのかなってそういうスリルを味わうことできないですよね。そうです。速読をやったらできないですね。もう分かっちゃうわけです。分かっちゃうわけですか。わかっちゃうわけです。ただ一冊本あったらもう最後の方も一瞬で読んじゃうから分かっちゃうんで、まあ推理小説には向いてないのと、まあそもそも僕あの速小説自体は速読しない方がいいと思ってるんですよね。 あ、そうなんですか。はい、あの、よくこう、まあ、一般的に本を速読できるっていうと、小説も読めるんじゃないかって聞かれるんですけど。まあ、小説は別に速読する必要ないかなと、そのね、まあ、いろいろ味わったりするもんじゃないですか。内容、だから、そこ速読は必要ないかなと思いますね。はい。数理小説は特にね、必要ないと思います。まあ、今ページ数をこう、パラ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 やってますけど。はい。今、なんか、あの、パソコン時代というか。はい。あの、電子、あ、書籍、電子書籍とか。はい。そういう場合には、どうするんです。いや、もちろん、同じように、さあ、と、スクロールを早くして。 読みますね。はい、ただやっぱ紙の本の方が速読っていうのは向いてます。はい。こうめくるって連動してるんで、やっぱ体と頭の使い、使いが。だから、まあ、電子書籍もできますけど、まあ、紙の本でやるのが一番こう速読っていうのが。ベスト。ベストですね。ということなんですかなるほど。ええ。なんかここに、なんかインチキセミナーみたい。なのがインチキセミナー、そうなんです。あの、やっぱ速読。まあ、これはどういうことですか?。そういうこともありまして、まあ、速読を語った、まあ。 セミナーというか、まあ、入り口は即読でも、結局そのセミナーに入ったら、なんか怪しいところに行っちゃったりする、その入り口と出口が違うものに対して僕は非常に怒ってて、あやっぱ即読っていうのは、やっぱ本を早く読む技術であって、まあ、それ以外のことに手を出すのはまあ個人の自由ですけど、はい、それをなんか、即読セミナーですよって言っといて、はい、そのセミナーをやってるうちに怪しい方向に生かすっていうのは、僕は絶対におかしいと思ってて、なるほど、はい、そういうのもあるので。あるんで、ちょっと気をつけた方がいいですね,いいですね入り口になりがちなんですね、<laughs> その怪しいものの。はい <laughs> えー、この速読っていうのは、誰におすすめしたいんですか、はい、そうですね、まあ、一番、まああのー、お勧めしたいのは、まあまあ、受験生とか、資格試験を目指している方とか、そういう、はいまあ、スキルを手に入れたい方ですね、えーまあ、また社会人の方でも、まあ、いろんな本を読むじゃないですか、やっぱり本を読むスピードが上がれば、いろんな本が読めるんで、楽しいですし、どういうメリットがあるんでしょう当然、時間短縮。はい にはなりますよねメリットは例えば、まあ、時間短縮になることによって、まあ、いろんな本が読めるじゃないですか。と、はいうからあの要は僕本当これ何回も言ってるんですけど、まあ、人生でこうなかなかこの本はすごいっていう本に出会える確率ってすごい低いんですよね。うん、で速読をすると、まあ、もう本が早く読めるからその確率がどん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 上がっていくんですよ。いろんな本を多読できるんで、えーはい、だからもう人生を変えるような本に出会うためにあの。 速読っていうのは、世の中、情報が多すぎて、もうどこ、何を手に取っていいか分からない、もうこれから多分ね、どん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 もっと情報が増えてくるんですよね、いやいやそこでやっぱ、速読ができてると、省けるんですよ、弾けるんですね、これはいらないと。そのために速読をマスターして、まあ、人生豊かなものにしてほしいと思っております外国語を勉強するにはどうなんでしょう、外国語あそうです、ねちょ、外国語はちょっとその日本語だけでやってるよりは、 まあだいぶ、まあ、ちょっと不利ではありますけれど、まあ、その例えば僕なんか受験生の時に「ジーニャス英和辞典」を買ってきてそれをずっと読んでたんですよ。 もうはいもう細細かくすごい英語と日本語が敷き詰められて書いてあるじゃないですかそれをずっともうひたすら2時間でも3時間でももう舐めるようにその見続けたら英語もできるようになったんでそうなんですか英語の単語もこうわかるようになりますねアルバットも読めるようになってるんですかずっとはいやってたらなりました速読勉強法ですねこれはははは じゃあ他の外国語もいいと思います、その辞書を丸読みするっていう、丸読み、そうか、そう辞書丸読み、本当にね、鍛えられますね、そうなんですか、今でもトレーニングをなさってるということなんですけど、もう25年間、年間欠かさずやってますね、欠かさずやっていて、一日今、どのぐらいのトレーニングをなさそうです、今となっては、もうだから、1日20分、30分ですけど、 あとまあ普通に読んでること自体が速読になってるんで、はいはい、もう速読トレーニングになってますね。<ー>逆にちょっと今、難点としては、ちょっとその速読できる前の読み方がどうだったのかっていうのが、ちょっと今、分かんなくなってななって、ね、<laughs> 多分こういう読み方してたんだろうと思うんですけど、<ー>もうちょっと多分違うんだろうなとも思いますねとりあえずここになんか一冊多、はい多、多分多分浅香さんは読んだことないと思う、この本なんですけど、ちょっと。 これ一一分か二分ぐらいですか。はい。新人類誌、マズラビデオさん。出版社から番組の方に送られてきて、まあ陰謀カルトコーナーをやってまして、それでぜひ陰謀カルトコーナーはい。これまあちょっと読んでくれないかということで、僕日本語読めないのでちょっと坂さん、何分ですか。これ一分ですね。一分ですか。じゃお願いします。はい。 そうですね。もうはい一分しました。はい、はい、こ,れこれちょっと <laughs> 読み方が面白い,です、ね、い読み方そうですねあのー、もう本当最初の目次にエッセンスが詰まってるんでとりあえずそのエッセンスを取ってからバーっと見ようとかこれさすがに。 門外観というか、僕的にあんまよくわからない分野のもともと知識のない分野だったんで、の要は陰謀論の本です、フリーメーソンとか出てきました、ヒトラーのあれとか、なんかいろいろ出てきました、宇宙人とか UFO の話とかも出てきたんですけど、本当に今までの歴史は間違っていたということを語られて、そのためにも今までの歴史観というか、全部なんかこう陰謀師みたいな感じでおかしいということを語られてますね、この本は。 もうまるでの本当に問題家の本なんで。 <あ>難しかったです読んでないけど、や読んまあ、すごいですよ、このなんか予言のあらかじめ仕組まれた3つの対戦の日本の弱体化とか、えー、テクノロジーの進化、テクノロジー進化でなんか支配のカウントダウンが始まっているとか、どこへ向かうのかとか、分かりますけど、えー、まあこの本、確かに難しかったです、ただこの本、こういう難しい本の読み方は、今やったように、最初にもう30秒ぐらいずっと目次でエッセンスを取る、エッセンスを取って、残り30秒でパーっとして、その確認していくっていう作業ですね、もうこ,はい、これが多分一1分で、この本よ。 まあでも実際にパラパラやったのは、1分のうちの10秒ぐらいのものなですね。そうそう、だからそれだけそうですね、内容が濃かったということですね。はいナチスの妖精の10秒で濃い内容を読めるわけですかまあでもこれちょっと買って読んでみたいですね。はあ。なるほど。陰謀ですね、近世、根を張った現代まで、闇と陰謀。

ね、これペース多いですねいやこれちょっとこれはちょっといやでもちょっと。

じゃあもう大丈夫です大丈夫です大丈夫です。大丈夫です。今何ページでしたっけこれ？いやこれ四百八十いや四百九十ページありますこれ。五百ページも五百ページありますよ。ちょっと待ってくださいよ。いまあこれレッドホットチリペッパーのベーシストのフリーという方のまあ事前ですね。はいまあなんか。 オーストラリア生まれのアメリカ人ミュージシャン兼俳優の方で。ええええ、あちょっとこれ じゃあまあ、あの最後のほうになんか自分に影響を与えたものとか、はい、あの映画とかあのコンサートとかのリストが書かれてますね、はあはあ、ちょっと待って、これ,これは難しかったでっす。ページああまますよねねね、はい、<ー>具体的なこうななな第1章第2章第3章第章章章章と分分かかれれれてててててそそこでこででで自のの歴史っっ書いいいるるん最初はもうなんかこう犬がが好きな少年だたたたみどううにに神愛さ人 を自分で書いて、自伝として書いてる本ですね、<ー>フリーさんの、アシッド・フォー・ザ・チルドレン、フリー・帳って書いて、自伝ですね、やっぱり。500ページですよね、<れ> <laughs> すごいですね。はい、すみません、<あ>なんか。朝香さん、これ、あの <laughs> どこを目指してるんですか、ね、<laughs> <laughs> いや、ちょっとね、あの <laughs> これが、まあ、本当に、まあばばばって読めれるようになったら、多分僕も本物だと思いますね。<laughs> まあはい いやでも、結構、十分、頑張って読んだんですけどね、読めると思うんですいや、まあ、そうですね、もっと早くなりたいし、もっと理解したるやっぱか悔しいという気持ちが残ってまして、やっぱり今、ちょっと自分的にちょっと満足いく結果ではなかった、今の速読はっていうのがあって、あと、ここでもばンんとこうですねって言いたかったんですけど、本当に僕、日本一のもう、速読できる人になりたくて、もう誰にも負けたくはないんですよね。 今はい、はい、ライバルみたいな人っているんですか。まあ、その何人かいらっしゃいまして。そうなんですか。はい、まあ、速読業界でこう本を出されてる方で。まあ、この人には負けたくないみたいな方、何人かいらっしゃるんですけど。もうそ、その人より、僕は速読ができるようになりたいですね。<laughs> はい。はい、まあ、これを、えー、今回初めて聞いて。あ、やってみようかなと思う方は、はい、まず、まずは。 どっかららスタートしたいそうですね、まあえー、トレーニングをやってくださいと,、えー、と、その早めくりトレーニングとかは、はい、もう誰でもできるもう、もう本さえあれば誰でもできることなんで、これは別に僕がね、押してるわけじゃなく僕の考えた方法ではなくて、はいまあ、もちろん誰かの言ってた方法なんですけど、これなんかもう本当すぐできる方法なんで、はい、早めくりトレーニング、あとね、指回し体操っていうのもありまして、はい、これも SRS の栗田正弘さんという人が発明された、特許取ってる速度法なんで、の開発法なんですけど、はい、指を回すだけですね。こう これをやればあ,あ前にそんな話もありました、ね、はい。まあ脳が活性化するんですよ。あ脳の活性化で？そうそう。一本二本でこうやってこれ何本五本全部できるんですこれ。はは。逆もあるです。これをねやり続ければ脳が活性化する。これはまあ本当クリさんという人が特許を取っている。おお。全指あと二本。3それやっぱり効果あります？速読。これは脳速読,速読効,効果あります。すこれやった後に普通の人でも速読するとやっぱり二割ぐらい早く読めてるんですよ。 でもなんか喋ってたらこれやりながら喋るともっと喋りが速くなったりするし、喋り速くなって、このスピードつられちゃうんですよね。これやった方がいいですね。あもうなんかこうこういうトレーニングもありますね。こうなんか一三なんかこう指をこうやって指を動かす指を動かすトレーニングとしては大事ですね。あと目を動かすっていうのも大事ですし、目を動かすはい。 パラパラめくる、パパララめくるそうですねあとはもう僕の開発した辞書とか、英和辞典とかひたすら眺め続けると、これはね僕が推してる方法なんですけど、それをやってほしいですね。あと高速音読っていうのもあって、そっか、単語力も必要ですからね、そうなんです語彙力必要で、単語をいっぱい知ってると、速読ってもしやすくなるんで、その意味を知るためにも、要はそういうディクショナリー、辞書をめくるっていうのも大事だと。そうです へえなんかプロモーションみたいなプロモーションあそうですねあのまず、あ、イベントみたいなイベントそ告知がありまして、はい、これはねもう絶対に来てほしいイベントをちょっと、はい、告知していいですか<ー>えー、5 20え五月二十日えっと渋谷にて、えー、速読能力が開花しすぎる危険なや,やりすぎ速読法暴露ルサンチマン朝川の激ヤバ速読講座というね <laughs> <laughs> そういうねあの速読ライブがあるんですか激やばいんですよあの本に書けないことをちょっと いいろろろやうと思ってこの本に書けることって安全なことしか書いてないんですけど、いろいろやばい方法がありまして、トカナ編集長の角由紀子さんとお笑いライターのラリー・東田さんが協力してくれまして、このイベントやろうということで、これ、渋谷であるんで、トカナが編集長、月20日、木曜日、時間は何時から ?18 時半か、十八時半から20時半ぐらいまで。はいと アサさんなんかウェブサイトみたいなのあるんですか。そうですね。ツイッターとかやってまして、ルサンチもアサで検索していただくと出てくると思います。わかりました。はい。リンクも貼っておきます。お願いします。はいはい。というわけで今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。意外と収録も早かったような感じしますけど。いつもより。あ本当ですか。あの収録倍速。倍速で喋っていただいた。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。Kaiemon presents the r o addition